この使徒の働きの伝行の52回目として17章の1節から15節を開きしてまいりました。でこれは何かというとですね、このマケドニアの叫び、つまりヨーロッパに来て私たちを助けてくださいと語られて、このパウロたちがマケドニアに渡ります。つまりアカヤ地方ですね、そしてピリピで宣教をして、ピリピでね迫害を受けます。でこの鞭打たれ牢屋に入れられ、でもそこでこの看守の方々が救われ、ね、ピリピの教会ができてくるわけです。でその次に、ね、ここに彼らはアムピポリスとアポニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって、3つの安息にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストならずと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった、ね、でこのテサロニケというのはね、このアカヤ地方の首都です。まあ、日本でいうとこれね東京ですね、首都。そこに行ったところ、そこにユダヤ人の街道で、パウロの宣教はね、まずユダヤ人の街道に来ます。そして旧約聖書からね、このユダヤ人はね今もメシアを待ち望んでますから、メシアとは誰かということで、この旧約聖書からね、このイエス・キリストがメシアであることを論証します。そしてここにはね、この3節、そしてキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならないことを説明し、つまりこの十字架のイエス、つまり罪のあがない、この生贄としてのね、神の子羊としてのイエス・キリスト、罪の問題に関してね、ユダヤ人はね深くこの、なんて言うんでしょうかね、この体験してますから、つまり生贄を捧げることを通して私はこの罪が許される、つまり私自身は罪人だって知ってるわけですよ。でもその生贄を捧げることを通して身代わりの羊ね、通してこの私はこの神様に許されている。でもそれはね、許され続けていかなければならない。ところが神様の計画は、ね、イエス・キリスト、神の一人も罪のない子羊がこの地上に来られて、私たちの罪のために贖われた、罪を負ってくださった。だからそれを信じる者はこの救われる。そのことの証明として、神様はイエス・キリストをよみがえらせた、私はそのよみがえの証人ですってね、証しをしていくわけです。そして旧約聖書から話をする中で、このテサロニケにおいてはね、まずユダヤ人の数人の方々が救われてきます。そして同時に、そのね、ユダヤ教に対してね重になるこのギリシャ人の方、つまり異邦人ですね、異邦人の方々、ここに書いてありますけれども、この4節後半、また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。つまり大勢の、ね、ギリシャ人の方々ね、イエス様を信じ始めたわけですよ。でその結果どうなったかというと、5節、ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、2人を人々の前に引き出そうとした、探した。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カエザルの朝食に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちをこの不安に陥れた。彼らはヤソンと他の者たちは保証金を取った上で釈放した。ですからこの時ね、ユダヤ人の方々がね、この多くのね、ユダヤ教に関心のあったギリシャ人の方々がイエス・キリストを信じてそっちに行っちゃったわけですよ。そっちに行っちゃったわけですね。でその結果妬みに駆られて、このね、暴動を起こしてイエス・キリストという別の王を立て、ね、
つまりメシアだと信じてないわけですね。この別の王だて私たちを、ね、惑わしてる、つまりユダヤ教を、ね、妨害してくるということに対してのともに、それを、ね、カイザルに対するこの反逆ですということで暴動を起こしたわけです。で町に不安を陥れ、この、ね、パウルたちを受け取ったヤソンを、ねこのね迫害したわけですね。でここから分かることが一つあります。何かというと、この人々が救われていって、人々が神のところに集まった時に、それまで既存のね、このここで言うとユダヤ教の方々はこの妬みに駆られた。あるね、私の知り合いのね友人の方ね、こう昔こう言ってたんですね。キリスト教が、つまり日本のキリスト教が迫害されないのは人数が少ないからだ。一瞬そんなことあるかな。その頃ね、中国どんどん人々が救われていって、教会ができていって、その中国のね地下教会の方々が迫害を受けてるってことね、ニュースになってきた時なんですけども、でなんで中国で迫害を受ける、あれは共産党がいけないのかってね、いろんな話からね、いや中国において一番の大きなポイントはイエス・キリストを信じる方々が大きくなってきたからだ。ちなみに、共産党のね党員はね大体7000万だそうです。7000万で、この今言われてますけども、中国におけるクリスチャン人口はね1億以上だそうです、ね、でそれに対してこの中国共産党がこの、ね、クリスチャンを迫害している。それは人数が増えてきたから、自分たちにとってからあれって、ね、恐れるわけですね。でこの時テサロニケの、ね、ユダヤ人の方々も妬みに駆られて、妬みというのはね、このイエス・キリストを十字架にかけた罪です。このパリサイ人、ね、立法学者の方々、大祭司の方々がこの人々がイエス様の方にどんどん集まっていくのを見て、このね福音書で言っています。見よ、皆があっちの方に行ってしまうと言って妬みに駆られたわけです。つまり人々がイエス・キリストのもとに集まってき、福音を聞き、福音を信じ始めるのを見て、ね、妬んだわけです。そしてその妬みでこのイエス・キリストを十字架にかけた。ですからね、妬みの罪ってね、非常にね怖いんです。ですから最後に覚えていただきたいと。それで同時に10節、兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベリアに送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかを毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にギリシャ人の求人や男子も少なくなかった。でこのベリア、フィリピからこのテサロニケまではだいたい150キロ、まあ沖縄でいうとね、この那覇からですね、まあ辺戸岬ですかね、だいたい150キロぐらいって聞いてあります。でベリアはね、このテサロニケからベリアまでが80キロ、まあだいたいよくねいつも名護をね大体ですね、名護まではだいたい60キロですから、それよりもちょっと離れてる、つまりそのぐらい離れたところまで移動したわけですね。でその中でね、このそこのベリアの方々は何をしたかというと、このパウロが言ってることが本当かどうかを聖書を調べた。ぜひねこのことね見ておいてください。皆さんもね、私がこうやってメッセージする中で、疑問に思ったらね聞いてください。またね自分で聖書を調べていただいても構いません。つまり聖書が言ってることが正しいんです。聖書が言ってる。ただねこの当時はね聖書というのは、ね、巻物です。巻物で一回ね今の私たちこうやってね本になってますけどね、その当時はね巻物で、もうね一巻一巻で歴代史上下ってあるでしょ。あれ何かというと一巻でまとめられないから、巻物として歴代史の1があり、ね、巻物としての歴代史の2がありとかね、それをねこの置いてたり、またねある場合はね
もっと細かく分けてたりで、巻物ってね、調べるの大変なんです。それはそうですよ。ページはね、めくりゃいいんですけど、巻物は広げるんです。何十メートルもあるやつをで書いてあるから、でそれを調べるんです、ね、そしてその結果ここに書いてあります。12節、そのため彼のうちの多くの者が信仰に入った。つまり聖書を見て、ね、パウロが言っているこのメシア、このそれがイエス・キリストであるということが分かって、このベリアのユダヤ人の方々が救われていきます。またギリシャ人の方々が救われていきます。で、その当時のね、このパウロの宣教のね、ちょっと姿がちょっと出てるところがあります。このテサロニケの手紙第一、まあ本当はねこれは多くやりたいんですけども、一つ中心的なことが一つあります。5節、テサロニケの手紙第一一章の5節、3版ですと396ページですが、なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉によったのではなく、力と聖霊と強い確信によったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方は知っています、ね、このテサロニケの方々にね、このパウロが手紙を書いて、その初期どうであったか、つまり一番最初にこのあなた方の宣教をしたのは、このね、今日覚えていただきたいことは、力と聖霊と強い確信。力と何か、聖霊の力です、ね、聖霊のこの現れです。で、今使徒の働き学んでますけども、使徒の働きの一つの中心がペンテコステですね。ペンテコステの時にこのね、それまで逃げ回っていた弟子たちがね、信仰が変わるわけです。まず第一番目にイエス・キリストを、ね、信じる力、ね、信仰が固くなったわけです。そしてイエス・キリストを述べ伝える力、ね、ペテロがその時この方の中で3000人救われたと書いてありますから、述べ伝える力が与えられてきました。そして3番目に印と不思議を伴う宣教の働き、ね、第一コリントにある御霊の賜物の働きですね。御霊の賜物の働きが開かれて、ペントコステというのはね、一つは何かというと、私たちがね、聖霊に満たされるだけではなくて、聖霊を満たされることを通して宣教の働き、神を述べ伝える働き、神の働きを開く鍵をね、神様が私たちにくださったってことです。そしてそれをもとにパウロたちが第1回伝道旅行、第2回伝道旅行、そしてこの時このね、マケドニア、そして一つのこの鍵であるテサロニケでね、この行った時に迫害を受け、でベリアに行き、そしてそこでね、語り人々が救われていくという、でその働きは何かと、パウロたちが自分たちの力でしたんではなくて、ここに書いてある力と精霊と強い確信を持って成していきましたということをね、述べているわけですね。そして戻りますが、この13節から、ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベリアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海まで行かせたが、シラスと手元はベリアに踏みとどまった。パウロ案内人たちは彼らはアテネまで連れて行った。そしてシラスと手元に一刻も早く来るようにという命令を受けて帰っていった、ね、でこのですね、このテサロニケベリアからですね、アテネにね、逃がすわけです、まあ、このテサロニケの、ね、ユダヤ人の方々だからね、妬みの罪って非常にね、強いですね。80キロ離れてるところでね、パウロたちがイエス様の宣教をしてるって聞いてね、追っかけてってね、迫害するわけでしょね。これね、これ霊的なもんじゃないかなと、ね、一生思いますけどね、その妬みの罪ね、その、ね、中でね、このパウロたちはしかし宣教をやめないわけです。ぜひね、このことを知っておいていただきたいですね。キリスト教の歴史の中でね、この迫害とかね、問題はね、なかった時代はね、少ないです。
日本においてね、迫害ね、こんなはね、まあちょっと戦時中ありました。でもね、ほとんどなりません。でもキリスト教の長い歴史の中でね、見るときにこんな迫害をね、この大きくね、この初代教会の時代、許されるのを見るわけです。そして終わりの時代と今見る中で、このね、問題困難が多分来るであろうということで見えるわけです。じゃあその時に鍵は何か、ね、私たちがこの聖霊に満たされていくこと、私たち自身が聖霊の確信を持っていくこと、私たち自身が聖霊様によって歩むこと、その中でね、力が与えられていく。このね、26世人やそのね、長崎のね、さまざまな迫害のことを知る中において、一つね、私は一つの確信がある。その当時の方々ね、聖霊に満たされていた。特に高木仙雲という方ね、これを話し出すとちょっと、まだちょっと時間な、はい、ちょうどね、キリスト教の歴史が開かれた社会科の授業ですなんてやりませんよ。長崎に、ね、天主堂ができ、このですね、プチチアン神父が、ね、来て、そしてね、プチチアン神父って面白いですよ。きっとね、隠れキリシタンがいるに違いないって言ってね、何したか、ね、馬に乗ってるでしょ。だからクリスチャンは助けてくれるからって言ってね、人のいるところでね、わざと落馬するんですって。わざと落馬してね、助けてくれる人をね、じっとね、探すんですって。そうやってね、クリスチャン探してたらしいんですけども、ある時ね、この裏紙からね、このクリスチャンがね、プチチアン神父のところに行きます。それは一つ予言があったから。7代例えばね、この信仰が自由に持てる、ちょうど7代目。そしてこの私の心、あなたの心って言ってね、有名なね、隠れキリシタン発見ってね、世界的なニュースになったやつです。日本だとあんまりね、あれですけど、世界的にはびっくりした事件ですね。でその時ね、この上神の方々ね、喜んじゃって、もう毎日のようにね、この大浦に来るわけです。ただその時はまだキリスト教禁令の時代。そしたらね、どうなったか、明治政府、江戸、徳川幕府じゃないですよ、明治政府がね、クリスチャン迫害したわけですよ。裏紙の、全ての人たちを、これ旅と言ってますけど、この県外退去、いろんなところね、送るわけです。それも囚人として。だから迫害対象ですよ。でその前にね、この52人の、このリーダーの方がいるんですけども、その人たちをね、捕まえて、これは徳川幕府か、代官所でね、拷問するわけです。なんで拷問する？キリスト教を捨てろって拷問する。そしたらね、そのうちの51人がね、転んだ、つまり廃教したわけですよ。しかしね、たった一人だけ廃教しなかった人がいます。それが高木仙右衛門っていう方です。体格の立派なね、方ではなくて、本当にね、小柄な、写真残ってますけどね、小柄な小さなおじいちゃんでした。で、人々がね、一番弱いとされていた人でした。で、本人もそのこと自覚あったんですね。だからね、迫害が来た時に、このね、イエス様を捨てることがないように、迫害が来てもイエス様を信じる力が与えられるように、毎日お祈りしたってね、記録に残ってます。で、この力の強いね、リーダーの方々が次々と廃墟をしていく中で、たった一人だけ残ったんですね。たった一人だけ残るとどうなるか分かります？もう拷問がね、より厳しくなるわけですよ。すごい拷問になって、でそこにね、パークスっていうね、アメリカの講師が来てね、辞めさせるとかね、まあ、そういういろんなことありますけども、でその結果何かというと、その浦上の地区の人で全てこの県外退去、囚人として扱う。
で、ね、そこからね、まあ日本はいつも外圧に弱い。で外圧でね、あのキリスト教をね迫害する日本とは中小条約を結ぶことはできないってね、いろんなねあのデモがね世界中で起きたそうです。で岩倉朋美ってね、あの昔の500円札かあの人がね日本に帰ってきて高札を下ろしたのでキリスト教が開かれる。でそして、ね、浦上に帰ってきて、そこからね彼らはまず何をしたかというと、今のね浦上天主堂、元のね一番の迫害が行われていた庄屋の家の跡です。そこにこの教会を建てて神様を信じる歩みを始める。まあ、あのですからね、日本のねあのキリスト教史も面白いんですけどね、でもね鍵はないけど、信仰を捨てないように祈っていた、信仰を捨てないように祈っている中で守られた。これからね、あのなんか話ちょっとね違う方向に行っちゃって困ってるんですけどね、でも、ね、迫害は多分許されるでしょう。ぜひね皆さんその時ね、あの信仰をね守れることができるように祈っておいてください。同時にこの先ほど言いましたけれども、力と精霊と強い確信を持って宣教する力、宣教のね恵みがねさに開かれていきます。さに覚えていただきたいと思います。お願いします。